もうしっかりパンになってんですよ。はい、おいしい、お兄さんだ。ということでですね、今回はですね、米粉パンをレンジで作っちゃう、そんなレシピをご紹介していこうかなと思います。まあ、米粉パンはですね、今まで何回かね、投稿してるんですけど、今回の米粉パンは発酵させといて、あとはレンジだけで作れちゃうので、これがですね、めちゃめちゃ簡単だから失敗しないんですよ。まあ、やっぱりですね、こういろんなパンの作り方ありますけど、レンジって失敗しないんですよ。本当にね、もう簡単で、まあ、やっぱレンジが一番簡単なのかなと思うので、今回はですね、食パンみたいな形になった失敗しないレンジでできちゃう米粉パンっていうのをね、ご紹介しとこうかなと思います。この米粉パンも普通のパンとね、もう遜色なくて、普通にもちもちとして食べれば美味しい。幸せな気持ちになれて、その上簡単で失敗しない、それもレンジでできちゃう。これはですね、知らない手はないというかね、もうめちゃめちゃ役に立つ米粉パンなので、もうぜひね、動画を見てください。そして、美味しい米粉パンを作って、ほっくりほこほこ、もくもく、もにもに、美味しいなあとね、そんな感じを美味しい、ね、生活を送ってください。そういう感じで、めちゃめちゃ美味しいので、そんな美味しい米粉パン、今日はご紹介していきたいと思います。はい、ではですね、早速作っていこうかなと思います。まずは米粉を 100g ですね。はい、こんな感じで米粉 100g 量りました。そしたら、砂糖 15g 量ります。で、お次はドライイーストです。で、そしたらですね、これを全体に馴染むように混ぜていきます。はい、こんな感じで混ぜましたらですね、ぬるま湯を 80g 入れます。で、あとはですね、この生地が混じるようにね、こうちゃんと混ぜていきましょう。はい、こんな感じでですね、綺麗に混じりましたね。こんぐらいになればね、OK です。で、あとは油を 15g 入れます。で、あとは塩を一つまみ入れます。これをですね、また綺麗に混ぜ合わせていきます。こう馴染むような感じでね、混ざれば OK かなと思います。はい、こんな感じでね、サラダ油っぽさが全然なくなりましたね。ほら。全然ね、こう他にツヤツヤしてる部分がないですね。こんな感じで混ざったら OK です。はい、ということでですね、あっという間に終わってしまいました。本当に終わってしまいました。本当にね、めちゃめちゃ簡単ですよ。だって混ぜるだけなんですよ。これで、もうね、生地も、パン生地が終わりなんですよ。あとは発酵させてレンジでチンするだけなんです。これはめちゃめちゃ簡単ですね。ということで、これを発酵させていくんですけど、今回は何で発酵させるかというと、このですね、パウンドケーキの型でね、やっていこうかなと思います。このパウンドケーキで発酵させて、まあ、パンをね、電子レンジですることによって、食パンみたいなね、形になっちゃうんですよ。なぜなら、ほら、パウンドケーキ自体が食パンっぽいじゃないですか。だから、あっという間に食パンの形の、パン粉がね、作れちゃうわけですよ。いや、めちゃめちゃ便利じゃないですか。だって、型なんてさ、普通ないですからね。みんな型持ってないですよね。食パンの型なんて持ってる人います？いないですよね。いないから、この100均で売ってるね、このパウンドケーキの型で、もう食パンの形が作れちゃう。これは革命的にめちゃめちゃ便利ですよ。はい、ではですね、このパウンドケーキの型にラップを敷いていきます。こうね、四隅をちゃんとね、こう、端まで行くように決めていきましょう。はい、こんな感じでですね、ラップがね、端に行くようにしましょう。そしたらですね、これに、パン粉のね、生地をね、流していきます。こんな感じでね、軽くトントンしてあげるといいかなと思います。で、あとはですね、フライパンの上にね、このパン粉の生地をね、置いていきます。このフライパンの上に蓋をして、若干ね、弱火で30秒ぐらいね、火をつけます。27、28、29、30。はい、そしたらですね、火を消して、このフライパンがね、これで温まってます。30秒ぐらいね、この弱火でこう、フライパンを温めたので、これでね、中がね、こう、蒸されてるような感じになりますね。まあ、じわじわとね、あったかいの、この、なんていうか、熱気が、このパン生地をですね、発酵させるんですね。この状態で20分ね、放置します。20分ぐらい放置するとパンがね、発酵されるので、まずはですね、20分このまま放置していきます。はい、ではですね、開けていきます。おー、結構膨らんでますね。ほら、ちゃんとね、発酵が進んでますね。こんな感じで 1.5 倍ぐらいまで膨らんだら、あとは OK ですね。
ということで、発酵もあったので、あとはですね、レンジで、600ワットで、1分30秒チンすれば、あとは OK ですね。ということで、1分30秒チンしていきまーす。はい、1分半チンなりました。見てください、これもう。ほっかほかやで、ほっかほか。もうしっかりパンになってんですよ。いや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 、これはすごいですよ。ということでね、早速開けていきます。ワクワク、ワクワク。お、いきますよ。いや、これすごいですよ。わかります？このふわふわ感。本当にね、どんな魔法を使ったんだって感じですよ。たった1分半でこんなにもっちもちなんですよ。わかりますよね、この触った感じ。はい、ということでね、めちゃめちゃ美味しそうなパンがあっという間にできました。これはですね、きめ細やかでめちゃめちゃ美味しそうですよ、これ。本当にね、食パンみたいな形ですよね、真四角で。いや、これはね、いやーもうよだれが出てきますね。ということで、ね、早速味見してみまーす。お、ふわふわ、うわっ、うますぎる、これ。いや、本当に、ふわふわで、本当にめちゃめちゃ美味しくても、もう革命的です、本当に。なんて言ったって、本当に混ぜて、ちょっとね、発酵させて、レンジで1分半で、これですよ。魔法かっていうぐらいね、ほんと魔法使いになったような気持ちになるね、パンですよ、これ。めっちゃうまいです、これ。うまー！ほんとにふわふわ、もちもち。これはね、これはほんとにうまいです、これ。全然あんねん、ほんとに。うますぎる。これはほんとに美味しいです。ということでですね、和菓子お兄さん、おすすめの一品でございます。今回の米粉パン、マジで簡単で失敗しないし、マジで楽勝で本当に作れます。これは本当に絶品の米粉パンですよ。ということで、ぜひお試しください。ということでね、こんな感じで和菓子お兄さん、いろんなレシピ投稿してやってます。パンとか、なんだ、和菓子とか、低糖質系とか、プリンとか、いろいろやってます。ね、食べたらね、マジでね、人生観変わりますよ。それぐらい美味しいですよ。みたいなレシピが本当にたくさんあるので、ぜひぜひね、作ってみてください。他のね、動画もね、ほんと見てみてください。めっちゃね、美味しいお菓子たくさんあるんで、もうこれはですね、もう作らない手はないですよ。っていうね、自信満々で、ご紹介してますんで。で、和菓子お兄さんね、もちろん和菓子も作ってます。お店ね、あずきアドっていうお店もね、山形でやってます。まあ、オンラインストアもやってるんで、まあね、興味ある人からぜひね、見てみてください。本当の和菓子職人がね、めちゃめちゃ美味しいね。まあ、家庭のも美味しいんですけど、まあ、それ以上に美味しいね、いいものを使った、まあ、なんだろう、極上の和菓子みたいなの売ってるので、まあ、興味ある方はね、ぜひそっちも見てみてください。ということでね、こんな美味しいお菓子、次の動画もバンバン投稿していくので、ぜひね、よろしくお願いします。グッドボタン、チャンネル登録、よろしくねという感じでですね、はい。和菓子お兄さん、めちゃめちゃ美味しくて、次々ね、食べてね、これからも体重増量中ですという感じで、はい。うん。まあ別にそんな他に、ね、言うこともないんですけど、とにかくね、美味しいんで、ぜひね、他のお菓子もね、作ってみてください。バイバイ。